トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。12月29日木曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の空の方にカメラを回してます。今日の天気も快晴、風もありません。いい天気の朝になりました。ただ若干こうもやってるなーっていう感じはします。安定した天気の冬らしい朝になってます。綺麗な富士山が今日もよく見えます。社外を開始しました。今日の鳩の出は悪くはないんですけども、出社口のところに10羽ほど固まってまして飛び立たずにいました。厩舎の中からちょっと飛び立てということで合図をしまして全球飛び始めてます。厩舎の気温は 1.0 度、この時期らしい気温の朝です。日差しがありがたいですね。本当に寒さを感じません。鳩の方は順調に厩舎の周りぐるぐる旋回を始めてます。だいぶ遠くへ行き始めましたね。はい、出足いつも通り順調な鳩たちです。ただいまの時間は7時40分になりました。社外を開始して30分ちょっと経ったところですけども、今鳩が6羽ほど帰ってきました。社外直後からもう遠征に行ってずっと姿を見せない状況が続いてました。珍しいですね。久しぶり、社外直後からずっと遠征。35分後ぐらいでやっとパラパラとこういうふうに戻ってきてます。今6羽ですね、戻ってきたのは。そろそろ集団が戻ってくるんじゃないかなとは思いますけども、本体が見えません。今日の飛翔はしばらく見てないくらいの時間遠征に行ってます。8時5分になりました。社外を開始してもうすぐ60分経過します。鳩が遠征から先ほど帰ってきました。戻ってきて今厩舎の周り飛んでるんですけども、ちょっと羽数が多いですね。栗もね1羽混じってますから、他厩舎の鳥がやはり5羽から10羽ぐらいこの集団に入っているようです。いつもと一緒に飛んでる厩舎の鳥とまた飛んでたんですかね。いつもなら私の厩舎の方に飛んでくるんですけども、今日は相手の厩舎の上を飛んでたみたいで、本当に今日はずっと姿見えなかったんでどうしたのかなと思ってます。まあ、戻ってきてもまだぐる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 このようにいい感じで飛翔を続けてます。もう少し飛んでいそうな鳩たちです。厩舎の周りを旋回するようになりました。そろそろ降りてきそうな感触です。今日の社外は頼もしかったですね。出社直後6、7分ですかねしましたら遠征に行ってずっと姿が見えなくなっていて、戻ってきたのは8時頃でしたもんね。ずいぶん長いことを今日は遠征行ってました。遠征行って戻ってきてからもう厩舎の周りぐるぐる飛んでますんで、こういう社外久しぶりに見たというか初めてじゃないかな。このような社外を毎日見ることができるようになると鳩の調子が本物だなという気がしますけど、今日一日だけでは信用できません。明日も今日みたく社外したらすぐに遠征に行って、30分以上遠征に行って戻ってきて、戻ってきてからさらに30分ぐらい厩舎の周りぐるぐる旋回ということで1時間以上の飛翔、こうなれば本当に素晴らしいですね。そんなことを繰り返してほしいなと思います。厩舎に降りてきた鳩たちです。これは入社口の入り口の前にいる鳥ですね。肺の差しのオス
なかなか元気よくゴロゴロ鳴いてます。レースの時もこうやって元気よく飛びて帰ってくればいいですね。いい顔してますね。元気そう。奥のハイゴマの鳥、これメスですね。ハイのメス、この鳥もいい表情してますね。健康そう。頭の中身はどうなんでしょうか。これは屋根の上にハイの鳥。これはオスバトですね。なかなかいい表情してますね。これはね、期待してるんですよ。ペンシルブルー。なかなかいい感じの鳥です。ハイゴマのメスバトですね。健康そうな表情をしてます。活躍してくれるんじゃないかな。ハイの刺し、どうでしょう。目立つ鳥ですから、頑張っていい結果を出してほしいです。今日の社外は、合格点を上げたいと思います。パトさん、今日はよく飛び回ってくれました。社外直後、7、8分ですよね、しましたら、遠征に行って遠征時間が約40分戻ってきてからも厩舎の周り飛び続けて今日の飛翔時間は75分から80分ぐらいだと思います。このくらい遠征に行って戻ってきて飛んでくれれば当初考えていた私の社外の理想ですねのパターンになってきてます。やっぱり社外直後に遠征に行って30分から40分ぐらいの遠征とで戻ってきてから厩舎の周り飛んで、まあ、70分ぐらいというこの間設定しました社外時間、それを今日はクリアということで、いやー嬉しいですね。この遠征今日1日だけで本当に終わらずに明日も明後日もこのままの状態で春レースに突入してほしいなと思います。餌の量もこのくらいでちょうどいいのかななんて思ってます。今日もこのブログにご視聴ありがとうございました。今日は気持ちのいい社外を見ることができました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。